抗金の一例抗金は金属、あるいは竹、木、ヤシの葉薔などを加工した弁と枠を有する楽器の一種。演奏者はこれを口に加えるかまたは口に当てて固定し、その端を指で引く、または枠に付けられた紐を引くことによって、弁を振動させ、発生した小さな音を、高校内の空気に共鳴させて、音を出す。楽器分類上は、原始的な弦楽器、発言楽器、 体名学、太鼓のようなものという人もいるが、発音原理的には、記名楽器の一種であり、双方と発音原理の特殊性からは、笛でも、弦楽器でも打楽器でもない、黄金の仲間として独立して考えた方が、間違いがない。口の形、高校の溶石、舌の運動、喉や、鼻腔の開閉、息遣いなどを変化させることによって様々な音色や、強弱の音、 持続音などを出すことができる。また、高校内で共鳴させる、バイオ音列を制御することにより、音階と認識可能な音を出すことができ、メロディーを奏でることもできる。雫のような自然界の音の描写や、合成音声風のおしゃべりも可能である。日本においては、近世後半の江戸地や東北の一部で、アイヌ民族が好んで用い、近世中期には、欧州岩木の岩木八幡神社の夏祭りに売られて、 いたという教法記以前の記録がある。また、文政7から8年には、江戸市中で、ビアボン、ビワブエという鉄製抗菌が大流行し、近剣政治に対する風刺的な苦笑化や、楽種の存在もあってお神から禁止となった記録もある。近代以降は、メジャーな楽器ではなかったものの、そのビヨンという独特の音色は、飛び跳ねる動き等を表す。効果音として、ラジオや映画、テレビ、 音楽等でしばしば使われ、多くの人が耳にしている。非常に原始的な楽器であると思われることがあるが、優れた鋼筋を制作するためには、弁の振動制御、弁と枠との隙間制御といった高度な技術が必要である。鋼筋の歴史は古く、日本国内においても埼玉県埼玉市で1000年前の平安時代の鉄製鋼筋が発掘された例もある。世界中に広く分布しており、 特に東南アジア、パプア、ユーラシア、東アジア周辺において多数見ることができる。日本で知られている黄巾の代表的なものとして、アイヌのムックリ、フィリピンミンダネ島のクビン、台湾タイアル族のロブ、インドのモールシン、ハンガリーのドロンブ等が挙げられる。中国と台湾では近世までは黄巾として記録が残るが、植民地時代以降は日本語による音楽教育の結果、 黄金というと、ハーモニカを指すため、口弦、口橋ごと、口こうことと呼ばれている。この楽器の英語での呼び名の起源については、諸説ある。さらに、あまり適当とは言えないものとして等が挙げられる。映画、テレビ番組、音楽、ありがとうございます。